チャオアレです。始まりました、おしゃべりおじゃまぶし。みなさん、個人プレイ派ですか、それともチーム派ですか。集団競技、個人競技、まあスポーツではよくそういう対比がされているような気がします。サッカーとか野球とか、そういったものはどうしても集団というイメージがありますが、テニスとかフェンシングとかあとは武道とかですね、そういったものはどちらかというと個人競技という、そういう側面が強いんじゃないかなというふうに思います。まあ毎日生きてる中で集団競技、個人競技というのはあまり感じることはないかなと思います。まあ中学校高校とかだったらね、部活とかであると思うんですけれども、大人になって毎週毎週私実はフェンシングやってるんですとか、で毎週毎週サッカーやってる、まあ、サッカーはいるのかな、フットサルとか周りでやってる人いますもんね。あんな何が楽しいんですかねまあまあまあ、そういうのあるとしてもですね、そこまでスポーツとリンクするということはないと思うんですけれども、こと仕事において皆さんはチームプレー派ですか、それとも個人プレー派ですか、どっちでしょうか。まあどうしても組織人という感じになるとチームで動かざるを得ないというのはあると思うんです、あると思うんですが、それでもチームプレーが好き、それとも個人プレーが好き まあ全員でやった方が大きいことはできますよね。しかしスピードとかを求めると個人でやった方が早いなっていうこともありますよね。まあ一長一短ということはありますけれども、しかし異様にチームプレーを押し付けてくる人とかっているじゃないですかあれどうなのかなとかって思っちゃうんですよね。はたまたもう異様に個人プレーしちゃう人いるじゃないですか困るんだよなとか思いませんか。あの極論やめようぜ極論っていう、そういうことなんですよ僕が言いたいのは個人は個人で頑張りながらチームとして頑張るっていう極めて日本人的な発言ではあるけれども、これって結構当たり前のことなんじゃないのって思いませんかチームで4日かって結局みんなでおしくらまんじゅうしちゃうっていうことはありませんか。みんなでみんな自分ばかメッシみたいな独創的な個人プレーをやって収拾がつかなくなっちゃうってこと周りにありませんか私は最近そんなことを思いながら毎日働いていますまあ私のあの部署というか職場はどちらかというとバランスが取れている感じで、個人プレーもするしチームプレーもちゃんとするというように、まあいわゆるまあバランスがちゃんと取れている職場なので、そこまで大きくストレスを感じることは通常はないんですけれども、通常はないというだけであって、あの異常なことが起きると空中分解します空中分解をするので、もうこちらに来ても早2ヶ月弱経っても空中分解しかかったことがもう数知れずやっとペースに慣れてきました。あ、これそろそろ空中分解しそうだなって思った時にスッとこういってこう修復をこう根回しをするみたいな俺何やってんだろうとかと思いながらこう
大体原因はコミュニケーションギャップなんですよね。大人ってそうですよね。大人ってそうですよねっていうか、組織の人たちってそうですよね。なんか空中文化起きたりとか、なんかこう火に油がこう注がれちゃったりとか、なんかこう炎上しそうな時とかって、もう 99.999% はもうコミュニケーションギャップなんですよね。 99.999 ってことはないですかね。 76% ぐらいかな。もうあまりにもどっちも譲りませんみたいな、そういうものであれば、まあそれはそれでいいと思うんですよ。それで炎上するとか空中分解しますっていうのだったら、まあ、それはそれでね、いや俺は赤がいい、いや俺は白がいいっていうので、赤と白でこう分けるというような感じで、そういうこう自己主張を戦い合わせるような、そういう現場であるというのであれば、それはそれでいいと思うんです。なぜかというと、議論をしたとしても必ずその一個上の人が決めるか、決定権者が絶対に、決裁権者が絶対的に赤か白かの決裁をするから、どんなに議論をしてもいいんですよ、一応の結論が出るからね。ただそこら辺がこう曖昧なやつあるじゃん。そうなるともう誰が決定権者なのか、誰が責任者なのか分かんないみたいな状況でやってると、空中分解しそうな時あるんですよ。でそういう場合のもう一番の原因はもうコミュニケーションギャップっていう、そんな話聞いてませんよっていうあの顔をね。マスク越しにさえ分かるというあの顔。それから、まあ、言ってなかったですけどいいっすよねみたいな、なんかそういう雰囲気ね。それがこう若干カルチャーになりつつあったりするともう大変大変ですよ。なのでもう私はもう多少うざがられてもいいかもしれないんですけど、僕は念押しの確認、再確認、場合によっては再確認ぐらいまでします。頭出しはもう匂いが出てきたあたりからもう頭出しをして、そしてもう2週間前にももう一回スケジュールチェック、こうですよみたいなことして、そして念押しでもういいよって思われるかもしれないけれども、前日あたりにもあの件なんですけど明日ですよみたいな、そんな感じでいろいろな仕事をしています。嫌がられているということも最近気づいています。気づいてはいますけれども、空中分解をするよりは嫌われる方がよっぽどいいので、そういう方に働くようにしています。そんな中、この前は、まあ、大きく空中分解をしそうになったんですけれども、空中分解をしそうになりながらもあまりにもアクシデントが大きすぎて空中分解してる場合じゃないよねっていうので、珍しくチーム一丸となって戦いました。いや、ちゃんと毎回チーム一丸となってるんですけれども、特に中んづく一丸となって働きました。珍しく私も深夜まで働きました。なんかこう、別に誰が悪いわけでもないんだからさ、でもこうやんなきゃいけないんだからこれさみたいな感じで、このままだと部長かわいそうじゃんみたいな、そういう時ってあるじゃないですか。まあ、こういう時ですよね。いい上司っていうのは、ここがリトマス試験紙ですよ。いい上司だと部下は助けてやろうって思うんですよ。逆のこともいっぱいあると思うんですけどね。部下のことを助けてやろうって思ってくれると嬉しいなと思うんですけど、
部長クラスもう見られてますよ。ああ、このまま部長左遷かなとかこれはもうここで終わりかなとかっていうような、そういうアクシデントがこう起きちゃった時に、よしこれやってるかっていうふうにこうなるかならないか。俺の隣の課の課長だったら俺はもう帰るな6時でとかあの心の中ですっごい思いましたよ。思いましたけど、まあ、今回はちょっと部長かわいそうだからな、まあ、ちょっと頑張るかっていうのでやったら、まあ皆さん周りの人たちもなんか同じような感じで言ったので、すごくこうまとまって事なきを得たというような感じで、まあ部長の人徳があるがゆえんかなというところもありますけど、部長も終わった後にもう一人一人に感謝あの謝辞を一人一人に言って、なんか憎めない人だなっていうふうに思いましたこんなご時世じゃなかったらもう絶対飲みに行くんだけどねみたいなことを言っていて、ブチよそうですよねブチよみたいな感じで僕は言っていましたさすがに72時間くらいぶっ通して働いているわけではないんですけれども、部長としては多分72時間休まる暇はなかったんじゃないかなというふうに思いながら、終わった時には本当に僕も部長に拍手をしてあげたいなというような感じでした。チームプレー個人プレーどっち派ですかという話からスタートしましたけれども、何か建設的なことを行おうというような時というのはチームうんぬんという話ができますけれども、トラブルとかアクシデントが起きた時にこそチームプレーというのは発揮されるものであって、そういう時にチームとして動けないというような、そういう環境だと大きなアクシデントが起きた時にはあっけなく空中分解するとそしてあっけなく自分の上司はどっか飛ばされるということがあるので、チームプレーはいつでもできるような、そういうコミュニケーションを取れるように、僕はいつも冗談とかを言って場を和ませながらこうやってるんだよわかるかいなっつってこう頑張ってやってるんですけどね大事なのはコミュニケーションギャップを作らないこと。円滑なコミュニケーションをして議論をしてもいいよ、喧嘩をしてもいいよ、言い合いをしてもいいよ、だけどまあ何かあった時にこうグッとこういけるようにこうコミュニケーションしていこうよって、僕はシラフで今頑張ってるんだぞもう度重なる空中分解しそうな時俺頑張ってんだぞ、褒めてくれ人事も分かってるのかな僕の気苦労をとか思いながら、今日はちょっとした、まあ、愚痴というよりは最近あったちょっと嬉しかったことを話した次第でございます。ご清聴ありがとうございました。それではおやすみなさいか、おはようございます、また明日お会いしましょう。アディオス。